悩みや不幸の大部分は想像の産物であり現実のものではないと言われている。私も過去を振り返ってみて私自身の悩みも大部分はそうだったことに気づくのである。ジム・グラントも私にそのような経験を語ってくれた。彼はニューヨーク州にあるジェームズ・ A ・グラント仲介会社の経営者である。彼は フロリダ産のオレンジとグレープフルーツを一度に貨車10台ないし15台分も買い付けるが、かつては決まって妄想で自分を苦しめていたという、列車事故が起きないだろうか、果物が辺り一面に散乱したのではあるまいか、貨車が通過中に鉄橋が壊れたりしないだろうか、などと言うまでもなく、果物には 保険ががかけてあったが彼が心配したのは期日通りに果物を配送することができずに自分の得意先を失うことだった彼は不安が高じていかいようになった気がして医師のもとを訪れた「医師は別に異常はないが神経が高ぶっている」と指摘したそう言われて私は孔明を見た思いで自問自答しました ところでジム・グラントお前は今までに何台ぐらいの貨車を扱ったのだおよそ2万5,000台だなそのうち列車事故を起こしたのはどのくらいだ5台かなそこで自分に言い聞かせましたたったの5台だと2万5,000台のうちで言い換えると5,000台に1台の割合だぞつまり 経験に基づく平均値の法則に従えば、お前の貨車一台が事故を起こす確率は五千分の一ではないか。何を悩むことがあるのだ。それから、こんな問答もしました。でも、鉄橋が壊れるかもしれないな。鉄橋が壊れたための損害は、これまでに何台あった損害ゼロだ。全く、 具の骨頂ではないか。一度も起きたことのない鉄橋の崩壊や、確率5000分の1に過ぎない列車事故にこだわり、異界用になったのではないか、と思い悩むなんて。そんな風に考えてみると、全くバカバカしくなりました。私は即座に、自分の悩みは平均値の法則に任せてしまおう、と決心しました。この時以来、 私は異界用で悩まされたことがありません。あるスミスがニューヨーク州知事であった時、政府の敵の攻勢に対して彼が何度となく記録を調べてみましょう。記録に当たりましょう。と繰り返すのを聞いたことがある。それから彼は事実を挙げてみせた。今度起こるかもしれないことについて悩むことがあったら、私たちも懸命な あるススミスの助言に従おうまず、記録を調べて、頭を痛めている問題に、どれだけの根拠があるか、を検討することだ。フレデリック・ J ・マールステッドが、まるで墓穴に横たわっているのではないか、という不安感に襲われた時にこれをやったのだ。彼が、ニューヨークのクラスで語ってくれた話は、次の通りである。1944年の、 6月初旬に私はオマハビーチ近くの細長い残光に身を横たえていました。第999通信中隊の一員としてノルマンディーで穴蔵生活をしていたのです。私は細長い残光の中を見渡してまるで墓穴みたいだとつぶやきました。そこに身を横たえて眠ろうとした時には 墓場のように感じました。思わず俺の墓場かもしれないぞ。と独り言を言いました。夜の11時にドイツ軍の爆撃機がやってきて爆弾投下が始まると恐怖で身が引きつりました。最初の2番か3番は一睡もできませんでした。4番目か5番目になると神経がほとんどズタズタでした。自分でも どうにかしなくては気が狂ってしまうぞと思いましたふと気づいたのは5番目が開けて自分はまだ生きているということでしたこれは舞台の全員について同様でしたわずかに2人の負傷者がいましたが彼らはドイツ軍の爆弾にやられたのではなく味方の後者砲弾が炸裂した際にその破片で傷ついたのでした 私は何か建設なことをして悩みを追い払おうと決心しました。そこで私は自分の残壕の上に厚い木の屋根を作り砲弾の破片を防ぐことにしたのです。味方の部隊が展開している広大な地域について考えてみました。この深い残壕の中で私が殺されるとすれば直撃弾を食らった時だけだと自分に言い聞かせました。 直撃弾を喰らう確率といえば一万分の一以下であることに気づきました。こういう風に考え始めてから二、三日経つと私は爆撃中でも傍然自虐として眠れるようになりました。合衆国の海軍は将兵の士気をこまえするために平均値の法則に基づく統計を利用していた。ある元水兵によれば彼や同僚たちは ハイ・オクタン・タンカーの勤務を命じられると不安のために体がこわばったという彼らは皆ハイ・オクタン・ガソリンを満載したタンカーが魚雷に触れた場合船が爆発し全員あの世まで吹っ飛ばされると信じて疑わなかったけれども合衆国海軍は別の事実を知っていたそこで正しい数字を公表するとともに 魚雷が命中しても100隻のタンカー中で60隻は沈没しなかったこと。沈没した40隻のうちで10分以内に沈んだものは5隻に過ぎないことを強調した。裏を返せば船から脱出する余裕があるということであり、さらに死傷者は極めて少ないことを意味していた。これが士気を高める一助になっただろうか。平均値に関する知識は 私の不安を一掃してくれた。私にこの話をしてくれたミネソタ州セントポール出身の元水兵クライド・マースは述べている。乗務員は全員元気を取り戻した。我々は勝ち目があるのを知ったからだ。そして平均値の法則によれば多分死ぬようなことはないだろう。悩みの習慣に屈する前にそれを断ち切る。 第3の鉄則を示そう。記録を調べてみよう。そして、こう自問するのだ。平均値の法則によると、不安の種になっている事柄が実際に起こる確率はどのぐらいだろうか。